はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、ブランドショップのエクセルさんからハッピーバースデーのメールが来たんで開けてみたんですけども、なんかね、全商品に使える 5% オフのクーポンが届きましたね。まあ久々に、まあ私エクセルでちょっと買い物しようと思うんですよ。というのがね、私の街にブランドショップっておそらくこの1店舗しかないんですよね。でもそんなにバンバン売れないですから、私の大好きなブランドのアルマーニがですね、売り場から撤去されてるんですよね。で、通販専門になっちゃったんで、まあそれは構わないんですけども、広島市内に行った時もこのね、ブランドショップのあのアルマーニの店が2店舗あったと思うんですけども、1店舗なんか縮小されて、なんか非常にね、買い物がしにくくなったなというところがあります。ただ今通販で何でも買えますからね。まあそういった形で会員メニューを開いてみて、マイページを見ると特に何もないと。はい、注文履歴、通販を利用するのは今回初めてです。で、ブランドでアルマーニをこうね、見てみると、アルマーニここにありますね。はい、まあ、こういう風にね、まあ十分な品揃えがあるわけですよ。まあこのアルマーニの服のサイズが私に合ってるのと、結構こう黒で統一されたね、40代向けのブランドということで、結構私は気に入ってます。肌触りから、それから柔軟性、特に T シャツとかポロシャツは体型を良くしてくれるんですよね。で、帽子もちょっと大きめのサイズなんで、私のでかい頭にはまりますしね。まあ不満がないわけではないんですけども、価格とこの兼ね合いですよね。むちゃくちゃ高いわけでもなくって、値段の割には長持ちするということで、今回ね、いくつか商品買ってみようかと思います。まあ、例えばこのお財布なんてのは、二つ折りってのは私ね、基本的に持たないんですけども、ただライフスタイルに合わせて、今はね、現金を生で、マネークリップで持ってるんですけども、やっぱマネークリップね、だいぶ傷んできたんで、まあ、二つ折りの財布でこうやってカードがちょっと入るやつをね、使ってみようかなと思いますね。これですね。それからね、この前ちょっと壊しちゃったんで、ネックレス。私のね、トレードマークではないですけども、お気に入りのネックレスで、今回2枚重ねのやつが出てるんですよ。これね、2枚、この軍隊の認識用みたいなやつね。これか、もしくはもう1個のタイプで、ちょっとね、ギザギザが入ったやつがあるんですよね。これちょっと高いんですけども、こっちの方が私向けなんだなと思うんですよ。こんな感じでね、ちょっとこれを買ってみようかなと思いますね。で、合計で 23,700円。まあポイントは本当に 1% しかたまらないんで、ほとんどないようなもんなんですけども、これをね、 Amazon Pay で直接決済できるんで買ってみようかなと思いますね。まあ結構いい買い物ですね。今回は自分で自分の誕生日に商品を買うというね、まあ、そんなことでありますけども、まあいいでしょう、これで。ずっとネックレスがなくって、このなんかお土産物屋さんでね、200円で買ったやつをつけてたんですよね。このフォルスの目のやつ、これもまあ気に入ってたんですけども、やっぱりアルマーニとともにね、私も高校生の時から過ごしてましたんで、一つでも多くね、アルマーニをちょっと身につけていたいなって思うんですよ。まあささやかな私のブランド物へのこだわりは、このエンポリオアルマーニなんですよね。Tシャツとポロシャツとズボン、それからバッグとかね、ベルトとか、それからネックレス、お財布、こんなもんですかね。今使ってるアルマーニも、こういった大きなね、ものなんですけども、まあ、今私、そんなに現金とかカード持ち歩かないんでね、だから本当にね、こう、マネークリップに、シュッとやったやつだけなんですよ。ただこれがもうね、ぐたぐたで傷んできたんで、スポッと現金が抜けてね、この前みたいに、1万円札をドラッグストアでなくしちゃったこともあったんですよ。で、今回、お財布が7900円で、特売で出てますんでね、さらに 5% オフということなんで、まあ悪くないかなと思って、買おうと思ってますね。本当に 5% オフしてくれるのかな？上記割引やお届け先ごとに再計算されますか？まあいいでしょう。23,700円かけ 0.05 で、なんか1000円か、たった。せこい。
すいません、割り引いてもらっといてね。1000円もいいですよね。いやー、2万円以上買っといて、1000円の値引きか。自分で自分に誕生日プレゼント。いつになったらこのループは終わるんでしょうか。まあでもね、別におねだりしてるわけではありませんからね。はい、皆さん本当にご覧いただきましてありがとうございました。私の内なる心の声でございました。では、失礼します。